生徒会探偵キリカは、著者、杉井光、イラスト、ポンカンによる日本のライトノベル。講談者らの部文庫の創刊タイトルの一つとして、同文庫から刊行されている。物語は、主人公でありストーリーの進行役である、牧村日陰とメインヒロインである聖橋キリカ、及びキリカが所属し日陰も加入することになる白樹、大学園生徒会総務執行部のメンバーや総務、 執行部を取り巻く人々により進行していく。学園ものであり、主に学校行事に沿って様々な事件が発生し日陰をはじめとするキャラクター人が動いていくこととなる。主人公の日陰以外の主要登場人物はその大半が少女であり、温度差はあれどもそれぞれ日陰に対し好意を持っている。描写がなされている。また日陰の周囲の主要登場人物は得意分野の 違いはあれども、そうじてハイスペックであり、対して一見さえない風の主人公の日陰もたを驚嘆させる能力を秘め、発揮している。著者の杉井曰く巨大学園生徒買い物高校を舞台とした探偵物。杉井は自分の高校生活の約半分を注いだ、生徒会活動はいつか作品で描写してみたいと考えていたとの趣旨で執筆の狙いを述べ、 高校生の探偵の話はすでに他社で書いているものの、その作品では最近さっぱり学校に行っていないので高校の話は書けていなかったとも述べている。杉井はまた舞台となる白樹大学園の各機関は自身の出身高校に存在したものをモデルにしていると述べ、作中で描写される学校行事についても同様であるとしている。本作についての評価としては、 新聞書評欄において本作が取り上げられており、少年向けの青春小説の第一人者として活躍する著者によるミステリータッチの学園ラブコメディーとして紹介されている。また、漫画版連載開始を紹介した記事においては、本作は、変わり者が集う、生徒会を舞台にした学園ラブコメと評されている。さらに、引きこもりのヒロインが不器用な形で、 自らのレゾンデートルを学園という世界に問いかける姿が切ない。作者のテイストを踏まえつつ新境地を開く本作に期待、総務執行部の女性陣3人のボケに突っ込みを入れ続ける主人公という構図のテンポが良いとの趣旨で本作は評されてもいる。講談者らの部文庫編集者へのインタビュー記事においてはキャッチフレーズハイテンション学園ラブコメミステリーの通り テンポ良い会話のやりとりと謎解き的な面白さが本作の魅力との趣旨で語られている。メディアミックス展開としては漫画版が月刊少年シリウスにて2012年6月号より2015年5月号ウェブ漫画ページ、水曜日のシリウスにて2015年4月23日から2015年11月25日まで、唯いの作画で連載され、シリウス KC より刊行された。 2014年4月から2015年5月まで水曜日のシリウスにてスピンオフ漫画生徒会探偵切り形の日常が福田正し可能の作画にて連載されたまた海外においては先端出版より小説翻訳版が2012年11月より刊行されている小説第3巻とコミック第1巻は同時発売であり一部書店では 同時購入者に対して本作のオリジナル特典グッズの配布を行った。小説のみ、コミックのみの購入者に特典グッズを配布した書店もある。また、小説第4巻コミック第2巻も結果として同時発売となり、これを基としたキャンペーンが行われている。講段社らの部文庫より観光。他に、先端出版より2012年11月より、 翻訳版が刊行されている。生徒会探偵キリカ、月刊少年シリウスにて2012年6月号から2015年5月号まで連載し、2015年4月23日から2015年11月25日まで水曜日のシリウスにて連載。原作は杉光、漫画は結衣、キャラクター原案はポンカン、単行本はシリウス KC より刊行されている。 表現するメディアの違いから、ストーリーの展開に若干の変更が加えられているものの、ほぼ小説の内容に沿った形での漫画家である。一方で、作画の由依により、漫画版オリジナルのエピソードが挿入されてもいる。ストーリー進行としては、単行本第2巻までの時点で時子が未登場であるなど、小説第1巻の半ばまでに相当するものとなっている。 原作者の杉井は連載開始号である6月号巻末の作者コメントにおいて読者気分で迷子を楽しみにしますとの趣旨のコメントをしている。また、小説第3巻後書きにおいては異例の速さで漫画家が決まったため連載準備に入った時点では原作は1巻分しかなく由衣さんの苦労が忍ばれるとの趣旨のコメントをしている。生徒会探偵、切り形の日常。 水曜日のシリウスで2014年4月から2015年5月まで連載。原作は杉井光、漫画は福田正し加キャラクター原案はポンカン。講段社らの部文庫担当編集者へのインタビュー記事では文庫相関にあたって杉井先生に執筆を依頼した際にはファンタジーものであったはずが、いつの間にかこうなっていたとの趣旨で本作について語られている。 これについては、次自身も同様の趣旨のことを述べている。ABC 小説第1巻後書きにおける記述より、AB 小説第3巻後書きにおける記述より、小説第4巻後書きにおける記述より、小説第3巻第4節参照。作中で、日陰の表記が見られるのは、日陰という表記そのものを話題としている箇所。 および小説第3巻における魔王による日陰への呼びかけ時のみである。小説第2巻第5説で、ミソの本人が母親がオーストリア人で5歳までザルツブルクに行ったと述べている。総務執行部役員として同時期に活動したことのある時子も小説第2巻第1説において、旬を能力面では評価している発言をしている。また、 料理面でも小説第3巻第5節において、看板屋氏の家に帰ると先輩と母の料理の腕の差を痛感したとの趣旨の発言をしている。作者の杉井は小説第3巻後書きにおいて漫画版開始にあたっての設定資料として、学園の地図や建物の見取り図を書いたことで、小説第2巻の最終エピソードにも活かせたとの趣旨のコメントをしている。小説第4巻は、 当初2013年5月刊行作品としてアナウンスされていたが、最終的に6月刊行作品として2013年6月7日にコミック第2巻と同時刊行となった。単行本題1巻後書きにおいて原作者の杉井も指摘している。ありがとうございます。